私事なんですけど、小栗さんの声がすごく好きなんです。 ありがとうございます。でもこの義時後半から声変えませんでした。そうですね、少し年齢を取ってからはというか、なんかこう野望というか、もう死守っていうか、なんかこの掴んだものは話したくないみたいな、そういう声でしたよ。ああ、ありがとうございます。やっぱ声を工夫なさった。そうですね、それは、はい、結構最初からずっと考えながらやっていました。はい、最初若々しくて、はい、あ、いい声いい声と思っていたのが、はい、ダメ声とは変ですけど、こうなんかくすんでくるというか、そうですね、声がね、はい、あれ素晴らしかったですね。やっぱり長い期間の放映ですから、はい、そうですね、いろんなことがチャレンジできて、それもそれでとても楽しかったなと思って。チャレンジなさいまして成功しました。ありがとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。